再起動お願いしてもいいですかね。あ、これは任意じゃないです。警察金にならないからギャングにならないか。警察署にある押収品をスタヌさんに横流ししてるらしいんですよ。今から全員で確保に向かいたいんですけど、お願いできないでしょうか。めっちゃ近いやん。ちょっとゆきおさん、署まで同行してもらってもいいですか。公務執行妨害ですか。いくら ?30 万とか。いや、収賄罪。誰か知ってた？この件って。すいませんでした。知るわけないですよね。めっちゃ辛かった俺。もう正義感一本でやった。はい、あー今のやつ。はいはいはい、オッケー。麻薬販売。お正面。来ました、それ。ほら、なんで逃げたんじゃい。ほら、川瀬くん、逃げたね。拘束します。見れないなぁ。再起してもらわないとこれ見れないんだよな。ちょっとほんと、これマジで申し訳ないんですけど。これは持ってないっすよ。再起動お願いしてもいいですかね。あ、これは任意じゃないです。ははは。ね、ちょっとね、再起してもらわないと見れないんですよ。俺も一緒に再起するわ。あ、そうね。うん、あのどっちが原因かわかんないから。多分大体こういうのって受けてる側なんだけど。バイク吹っ飛ばされた後、俺に跳ね飛ばされたのに、めちゃくちゃ動じずに NPC で振り演じ続けたらおもろすぎやろ。意外とニトロいけたね。ちょっと一か八かで使ってみたけど。ごめんね、進行邪魔しちゃって、うん、あの進路を。あーはは、いや、逮捕できたから全然よかった。まあ、しゃあないね、あれは。俺もこいつかと思って U ターンしたタイミングだった。あ、ちょっと電話だ。はい、もしもし。向井です。はい、どうも。さっき、ちょっとユキオとバディ組んでたんですけど。はいはい。警察金にならないからギャングにならないかっていう話が。はいはいはい。ユキオが今、スタヌーさんと繋がってるらしくて。ああ、なるほどなるほど。警察署にある押収品をスタヌーさんに横流ししてるらしいんですよ。おー、なるほど。で、僕多分見張られてて何もできないんで。え、一緒にいるんすか？警察署にいます。あ、オッケーです。見張られてるっていうのは誰に？ユキオと一緒に動いてる感じです。あ、今も一緒に動いてるんですね。オッケーです、オッケーです。はい、あざっす。ちょっと、さっさんさ、帰ってくるまでこっち来れる？俺、ちっちゃい声で、カオスさんって関さんのところに入り浸ったんだけどさ、今ちょうど向井くんから電話かかってきて、向井くんってユキオさんとバディ組んでるらしいのね、警察内部で。うん。で、ユキオさんが警察金にならねえからギャングにならねえかって、警察の押収品関さんに流してるらしい。それは向井さん情報ってこと？そう、向井さん情報。で、今も警察として向井さんと幸男さんはバディを組んでるから、それを咎められないから、不正暴いてくれ、みたいな電話だった。手荷物見ないといけないってことだよね、多分。そうだね。どのタイミングで行くのがいいんだろう。電話もらえたらいいけどね、そのタイミングで。そうだね。一番いいのは向井さん自ら、そのタイミングで捕まえられたらめっちゃいいんだけどな。押収品を取ってる時が一番いいよね。そうだよね。じゃあ乗ってるふりしてやってもらうっていうのが一番いいかな。まあそうだね、同行してもらって捕まえるしかないと思う、マジで。ああ、オッケーオッケー。あ、もしもし、今話せる？大丈夫ですよ。できれば一緒に乗るふりをして、はい、ゆきおさんが押収品をさ、ちょろまかしてるタイミングで手錠ってかけれない？あ、わかりました。向井君主導です。で、手錠かけたらちょっと電話もらっていい？はい、来てます。なんて？切れます。一回切れますね。あ、オッケー、はい。はい。いや、できれば、一緒に引っ張りたいところではあるけど、一緒に引っ張るのは、ちょっと証拠をつかむのが難しすぎる。関さんに渡ったら、押収品から幸男さんに行って、幸男さんから関さんに行った証拠を取るのが難しいから、ぶっちゃけ一回そこで止めるべきかな。押収品結構かなり数あるから、あれを金にされてる方が、ちょっと正直個人的にというか、警察的にはまずいかな。ああ、OGG4 個持ってるね。ああ、じゃあほぼ現行犯だね。現場、そうだね、麻薬販売の通報あったから、麻薬持ってるんだったら、現行犯逮捕になります。報酬はしました。はい、ありがとうございます。はい。あのバイクどうなりました？あ、バイクは報酬させてもらいました。了解です。あ、すいません、ちょっと電話です。来るんですか？回収したかったら、
はい、もしもし。南に行った今、ゆきおが薬を持って、薬っていうか葉っぱを持って、春さんに会いに行くらしいので。あ、薬になる前の葉っぱ？薬になる前の葉っぱですね。はぁ、あ、オッケーオッケーオッケー。他の友人多分マークつけたら、うん、今からサネさんのとこ行くと思うんで、あー、はい、行くと思います。ちゃんとした犯罪っぽい。え、それ、向井さんはついてかない？一応ついてきます。あ、ついていったら、その、製造のタイミングで逮捕ってできる？あ、わかりました。物がないと捕まえれないってことですよね。そう。え、でも製造してる途中、もう製造が始まったら、出来上がらなくても OK。で、もし、その製造場所に着く前に連絡できそうだったら連絡して、着いてからでも大丈夫。はい。あんまり俺が近寄ると多分あのマークでバレちゃうから、あのゆきおさんに呼ばれたら向かうっていう感じがいいと思う。何ゆきお、なんか今からねゆきおが葉っぱ持って関さんのところに行くらしいのね。うん。だからもう製造する場所に向かうみたいな感じになったら応援呼べたら呼んで、無理そうだったら作り始めたら抑えてっていう話しといた。そうだね。うん、作ってない状態で抑えても意味ないからな。あ、でもね、あの、製造場所で。あ、そっかそっか。でも、現場抑えたらあれなのか。そうそう、現場抑えたら OK。あんまり近寄ったらバレちゃうと思うから、もし俺電話来たら、そのまま、もうその段階だったら、俺も電話で伝えるよ。あ、OK。うん。行けたら行くね。あ、行けたら行く、OK。行けたら行く。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。あ、じゃあこっち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 。はい。いや、僕ねすいません、あの、ゆきおさんだけなんですけど、押収品が、葉っぱだけで、葉っぱの状態で、スナヌさんとかに多分渡してるんですよ。そこで、京一郎さんとかもいたんですけど。はいはいはい。京一郎もいた。はい。そこで、薬の状態じゃなかったので、現行犯がちょっとできなくて。はい。葉っぱの状態だったら現行犯じゃない、できないから、はい。あの、薬を生成するタイミングで逮捕するか、どうかをしなきゃいけないんだけど、そこは同行させてもらえない感じかな。あ、そうですね。雪は全部、その素材だけ渡して、自分はもう警察の仕事行ってるみたいな感じなんですよ。その横流しをしてるタイミングっていうのも捕まえられない？雪男くんが。あー、それって、もう渡してる、素振りしてたら、手錠かけて。あ、いや、この署内で、押収品の部屋わかる？はい、あ、わかります。そっから取ったタイミングが分かれば。あ、わかりました。今、ちょっと、雪を後ろにいます。そしたら、あ、オッケーオッケー。そのタイミングでお願い。ちょっと車乗れる？はいよ。はい、ウィスパーにした。今、うん。警察ダッシュボードの、うん。雪男さんの番号あるじゃん。違う番号使ってて、俺、気づいてダッシュボード見てたら、違う無線使ってんの分かる？警察ダッシュボードの、雪男さんのところさ。あ、これそういうことなのか。ラジオの無線機だと、506って行けなくて、携帯にもラジオがあるってさっき教えてもらったのよ。そっちで入ったら会話してて、ひなこさん、うん、関さん、ゆきおがグルで、で、会話俺聞いてるから、さすがに現行犯でいいと思うの。収賄。ひなこ、関、ゆきお？うん。で、一回、関さんときなこさんは置いといても、ゆきおは一回ここで収賄罪でパクっといた方がいいと思うんだよね。はいはいはい。だからもう無線で全員に告知して、一回捕まえない、うんうん、ああ、ありだと思う。オッケー。じゃあ署に戻して。それって、ゆきお以外って捕まえれるの、うん、それ。いや、指名手配は、そのタイミングで出してもいいと思う。うん、ただ、ちょっと、そっち側は薬物の話はしてたんだけど、物的証拠がないから、無理だと思う。うん、ああ、なるほどね。え、でも、ゆきおの収賄ってなんか、そういう会話があったってこと？名前呼ばれてた。逃がしてくれてありがとうみたいな会話の後に、うん、そっちダニエに向かってますよみたいな会話があって、あーなるほどね。そっちの二人はもう無理だと思うから一旦インバウンドされてるっていう、一旦ゆきおさん引っ張るってことね。そう、内部の浄化のために、うん、あれだと思う、あれだと思う。そう、どんどん分からんところで何やられてるか分からん話が進むうちに一回釘刺すのあれだと思うよ俺。うん、ただその一発アウトにするかどうかだと思うんで。いや、俺、一発ではないと思う、俺は。うんうん。俺もそれでいいと思う。あの、公務員はあんまり簡単に懲戒免職にしない方がいいと思うんだよな、俺。まあ、そうだね。俺も2回だと思うから、うん。更生してくれるという道も俺はやっぱ期待してるから。うん。そうだね。まあ、それでいいと思うよ。基本、その、サスさんが言った流れでいいと思う。一回戻って、この話して、一回全員で捕まえる？うん、いいと思うよ。OK。どうしよう。ラジオで全員に告知するね。はい、ちょっと待ってね。ああ、大丈夫。
山本です、山本です。ラジオ聞いてる方、ラジオ聞いてる方、ラジオ聞いてる警察官の方全員ちょっと協力してほしいんですけども、はい、ゆきおさん、ゆきおさん、ゆきおさん、ちょっと収賄罪の疑いがあって、ほぼ現行犯で僕が証拠をちょっと抑えたので、今から全員で確保に向かいたいんですけど、お願いできないでしょうか。マックです。じゃあ向かいますね。早くボブサイブも、はい、向かいます。めっちゃ近いやん。ゆきおさん、ちょっとゆきおさん、署まで同行してもらってもいいですか。え、なんでなんでなんで、え、なんですか。もう今日仕事終わりですか。あ、すいません、ちょっと一旦ちょっとお話しさせてもらうんで。はい、ちょっと一旦署まで。あ、いたいたいた、ごめんなさい、ごめんなさい。え、なんで。ある意味では終わりだよね。いや、相対っすか。パトカーこれ押収しますよ。はい、お願いします。なんかそれ、あの、金額ゼロで押収しててください。オッケーオッケー。本人以外も行けるようにしててください。オッケー、あざーす。捕らえられた。これから教えてもらったことでね、どうやって悪を捕まえようかっていうところだったんですよ。あ、悪を捕まえようとしてるところだったの。うん、そう、もちろん検挙数1位を狙ってましたからね、僕。俺、え、ここじゃないですね、俺は。いや、一旦ちょっとここなんだよね。実はね。実はね。ちょっと悪い冗談をやめてくださいよ、お兄さん方。お兄さん方。ありがとうございます。ちょっと事情聴取します、こっちで。悪い冗談はやめてくださいよ。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。まず、言いたいことないっすか、とりあえず。言いたいこと、え、まあなんか、最近本当にようやっと仕事を慣れてきて、てきた、はい、頑張りたいなっていう感じのところです。まあなんで今回拘束させてもらったかっていうと、はい。ゆきおさん、警察ダッシュボード、まあちょっと拘束解きますか。はいはいはい。見れないと思うんで。警察ダッシュボード、 K ボタンを押した時の、はい。右上、はい。アクティブユニット、出勤してる人たちの、これ分かります？はい。ところって、無線のコール番号が書いてあるんですよ。はいはいはい、はい。何番を使ってるか。ほんとだ。先ほどあなた、506っていう、警察用のラジオ番号じゃ使えない番号を使ってましたよね。506って何すか？え、ちょっとそれは、はい、あの、証拠として残ってるんですけど、はいはいはい。506の番号の方に、僕が、携帯のツールの方から入らせてもらって、会話を聞いてたんですね。はいはいはい、まあ何名かいたと思うんですけど。はい、はい。そちらの方で、岡野くん。はーい。岡野くんに、まあお金を払うだの。はい、しかも岡野くん自身から、警察向かってますよ、みたいな。警察の位置の報告の発言が見受けられたんですよね。人違いじゃないです。いや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 。506で番号書いてありましたからね。おー、なるほど。という形で、今回。これは、公務執行妨害ですか？いくら？ 30 万とか？いや、収賄罪。収賄罪？収賄罪って言って、これも、収賄罪、研修で教えたと思うんだけどな、岡野くんと一緒に。収賄罪。研修した時に、収賄罪。公務員が現行犯の犯罪者や玩具から賄賂を受け取ったりした。対象の有利になるように裏切り行為を働く。あ、そう。はい。が、収賄罪。はい。まあ、証拠も一応あるんで。はい。で、いくらですか、その。まあ、別にまだやったとは言ってないですけど。1000万円になります。1000万円?1000 万円です。で、1000万円でいいですか？いや、ボブサップエイムさんの前例って知ってますか？ああ、はい。一応、警察、まあ、ちょっと僕も、うん。構成の道がやっぱあるとは思ってて、1回目は、まあ、1000万円だけなんですけど、2回目は、倍額、になって、あ、まあ、ちょっと一旦落ち着いてください。懲戒免職になるんで、一旦落ち着いてくださいよ。さささ、さん。何？美味しい話というか、まあ、なんか、取引しましょう。取引？はい、実際に連絡は取ってました。今、
スタイリッシュルームの、はい、まあ会話ね聞いてたけど、はい、グループとあと僕が捕まったじゃないですかさっき、はい、その時あの別のギャングのやつもやったんですよ、あのクズハンターのとこ、あー、はい、今情報集めてるところでして、まあでも正直それだったら教えてくれてもよかったよね、誰かに。誰か知ってた？この件って。すいませんでした。知るわけないですよね。俺めっちゃ辛かった。知らないっすよ。めっちゃ辛かった、俺。もう正義感一本でやってたから。一発撃っていいですか、こいつ。誰にも言えなくて、なんか言ったら、だからその人が裏切るんじゃないかみたいなのがあって。辛かった。味方売るやつを今後、そもそも、できないっすよ。向井くんからマークされてましたよ、はい、あなたずっと。あ、ちなみに向井さんも共犯ですよ。あの人の警察、トランク見ました？あのパトカーの。まあまあまあ、そこはね、そこは一旦、あなた今犯罪者なので、ちょっと信用できないんですけど、まあ、その、ギャングに潜入したり、共犯の相手を、おとり捜査で、しょっぴこうとしていた。はいはい、まあこれは、まあその手法としてはありだと思うし、はい、やり方としては、別に全然いいと思うんですけど、はい、今回の件は共有されてなかったし、こっちでは判断できないから、ごめんなさい。申し訳ないですけど、それとこれとは別。それに関しては、この1回目の収賄罪の支払いが終わってから2回目までの間に、構成して真面目に働いてくれれば。1000万はもう確定っすか、もう。確定っす。あ、どうなんや。確定かよ。やりました、やりましたよ。クソ楽しかったっすよ。ここ、ね、ここいる、ここいる、おい、向かってんぞ、向かってんぞ、みたいな。そう楽しかった。このやろそうだよね。おい!1000 万確定してんのかい。なんだ、それ。じゃあ、一旦。切り払う。どうしよっかな、請求。あれなんで脱いだんですか。でも、まあ、じゃあ、でも、間違いなく、情報はめちゃくちゃ持ってますよ。後で売ります。その。まあまあ、そこに関しては。売ります売ります。でも、借金僕1000万あるんで、あの、ギャング2個と今契約してるんで、500、500で情報売ります。うん。ちょっと迷惑あって。この後に及んで。痛いよー。反省の色が見られない。おい、所長、これ実弾でいいっすか、もうこいつ。あっち持っていいか。もう働いてくるんすよ、こいつと。許せねえっす。その見た目で実弾でいいっすか。一旦取れた証拠としてはこれだけしかないし、今後構成の道もあると思うから、まあ1回目はこれちょっと許そう。はい、じゃあ請求するよ。いつまでに払わないといけない。利子とかあります？ないけど、1日で1000万 ?1 日しかないから、だから真面目に働いてね。薬しかないじゃん、1日1000万。いやいやいや、真面目に働いてたら溜まってるよね、みんなそれぐらい。さっきあいつら1500万一瞬で稼いでましたよ。溜まってます。まあ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 。半分行く予定だったのにな。犯罪者。うわ、マジか。あとちょっとで500万だったのに。これか。これ過度なあれじゃないですか。権限もまあそうだね。まあでも2回だな。クビにしたいけど2回だね。いやでもあれです、落ち着いてください。あなた方のあなた方のなんで脱ぐ態度次第では情報を渡しますよ。態度しない。態度しない。なんでこいつ上から。すいません、なんで、もうちょ、口が。もう僕だって動揺してるんだ。もう。ふざけんなよ。僕だって動揺してるのに。今払えない？全然。あ、ちょっと待ってください。もうダメだ。なんでみんな1000万普通に行くんですか。じゃあ、しかないんですけど。ん？ちょ、VC の範囲1000万。俺もう700万しかないっすよ。なんでみんな1000万持ってんすか。いや、自分100万しかないっすよ。なんで1000万あるかって言うと、それは俺が29時間やってるからだよ。あはやばい。警察29時。出てないんですか、じゃあ。まあ。俺700万のバイク買ったらもう金70万しかないよ。あれ、信用できんの？できないよ。まあでも。信用しちゃダメでしょ。まあ、笹さんも多分、一回で首にしたい気持ちを抑えて、2回って、あ、ちょ、バンパー取れてますよ。もうダメだ。1時間横で見といてあげる気にもならねえよ。